ロケットが必要なのかなっていうのを改めてみんなで考えてみたいと思います。このまま高さが50メートルというのがロケットの大きさです。 HP ロケットというのは肩車の回し方が液体水素を燃焼して、そこを冷やした感じです。一体なくなると部品の数が減って安くできる方向にできます。ロケット全体の重さの9割は燃料です。で燃料器というのは液体の水素と液体の酸素、酸素と水素が爆発して出来上がる。1対窒素ぐらいね、こうポテトが何か冷たい温度にさらされると、いろんなみんなの身近にあるものも性質が変わってしまいます。ロケットの燃料タンクに液体酸素や液体窒素を入れるっていうのもとても大変なことなのを分かってほしいと思います。みんなにね、触ってもらうのは本物の多層断熱材です。空気がないことを真空と言います。人工衛星の中にはね、あのコマがぐるぐる実際に回っています。ジャイロ効果と言います。目の前にあるのは本物のロケットです。普通 A ロケットよりも高速とかになって打ち上げられないガスが作ってます。燃焼ガスが作ってます。フェアリングの分離部横のパッチ上げた何の力でもないです。HP ロケットで HEV も作れるように使えると、これぐらいの開発内で経験値を出します。加速している時間というのはほんの一瞬ね、頭を重たくすればするほど安定して遠くまで綺麗に飛びますっていうのがジェットボトルロケット。